FDG PETCT の特例レポートには、病変部への集積の強さとして SUVMAX がしばしば記載されます。集積の強さを読み手に伝える目的には、SUVMAX は整数あるいは小数点以下1桁で十分ですし、SUVMAX の精度は高々小数点以下1桁ですが、深い桁数で記載された SUVMAX は病変の識別子となり、画像上の位置を特定するために利用できるのではないかと考えました。 なお、この発表では SUVMAX のことをこの後単に SUV と口頭で申し上げます。SUV を識別紙として利用すると、例えばこんなことができるようになります。左の図は、レポートを完成・発行すると、SUV と対応する画像上の位置を図示して、一目で分かるサマリー図を自動作成するシステムです。また、右の図のように、過去の画像のレポートから、 病変部位をを特定定し、今回の SUV 自動的に測定すす。るシステムも作れます先行研究として我々は SUV の精度を少数点以下3桁まで増やすなどすれば93%の病変を一位に特定できることを示し昨年の JRS 周期大会で発表しましたしかし先行研究では実際のレポートは使用しなかったため 実際のレポートからどれほどの割合で1位に特定できるかわかりません。そこで今回、実際に当院で作成された FDGPETCT 毒 A レポートを精査し、SUV が現れる回数、表記の桁数を明らかにし、病変の識別子として使うことができるかどうかを明らかにすることを目的に研究を行いました。後ろ向き観察研究として、2017年、14年、11年からそれぞれ 10日間ずつ季節をずらしペットのレポートを集めました。稼働日数は20日間で230検査が対象となりました。レポート本文中から SUV と考えられる文字列を自動的に抽出しました。ここで正規表現を用いて小数点表記の数字だけを抽出しました。その後、ピリオドが続くものは日付と考えられるので除外。 メガベクレルが続くものは投用量なので除外。直前に前回の文字が現れるものも除外しました。ここまではプログラムによって自動的にできます。実際のレポートです。黄色のマーカーをつけた3箇所の SUV が自動抽出され、メガベクレルがついているものは除外されました。 画像上での SUV の位置の特定には、全身像のすべてのボクセルを検索対象とし、死者誤入した時に特定の SUV となるボクセルを抽出しました。具体的には3.14と記載があれば3.135以上3.145未満のボクセルを抽出しました。さらに周辺 5×5×5 ボクセルで最大値であることを必要条件としました。使用したソフトウェアは以下の通りで、 全て無料のものです。私たちが開発公開しているメタボルも用いました。結果に移ります。対象とした230検査全てが独営済みでレポートが作成されていました。このうち71レポートには SUV が検出されませんでした。残りの159レポートに435個の SUV が検出されました。 その分布は以下の通りです。次に435個の SUV を核医学専門医が1個ずつ精査したところ、実際に当該検査の SUV であったものは333個でした。該当しなかった102個の主な原因は、SUV ミーンであったもの、単純な入力間違い、 全開値を拾ってしまったものなどです。これ以降実際に SUV であった333個を対象に解析しました。まず SUV の個数の分布ですが、小数点以下1桁と3桁が多く認められました。これは2011年と14年は主に1桁で記載され、17年には私が3桁表記を教室内で推奨した結果と考えます。 最後に、これが最も伝えたい結果ですが、小数点以下3桁表示された SUV は、SUV が2以上のものであれば、概ね90%以上の確率で1箇所に特定できました。一方、1桁表示の SUV では特定率がかなり低いものの、SUV が上がるにつれて特定率が上がっていくことも確認できました。 実際のレポートと画像を共覧します。レポート本文中に3箇所の SUV が登場しますが、いずれも病変部位を1箇所に特定できました。位置を表す解剖学的用語を赤で示しました。もう一例ご覧ください。18.2と6.6については1箇所に特定できましたが、6.3は3箇所ヒットしてしまいました。 左副字に対応するものは1個だけで、あとの2個は文章とは関係ない部位を示しています。総じて333個の SCV のうち148個、44%は画像上の位置を1箇所に特定できました。次のステップとして1箇所に特定できなかったものを1箇所に特定するアルゴリズムの開発が必要です。文中に現れる解剖学的用語から特定する研究を進めていきます。 二桁で書かれたデータが少ないのは、北海道大学病院独特のものと考えられます。二桁記載されている施設は多そうですので、今後、そういった施設との共同研究を計画したいと思います。ご興味のある先生はぜひご連絡ください。以上で発表を終わります。